突然の質問のコーナー,ー久しぶりにやってまいりました。突然の質問のコーナー。これはですね、えー、私が参加させていただいている、えー、ロジカルディスカッションクラブという YouTube チャンネルの主催者、ゆうさんからですね、もう本当にやらせなしの えー、事前告知なしに突然質問をいただいてさて私が答えられるのかということを試してみる実験企画でございますそれではえー、ゆうさんご準備よろしいでしょうかあはいどうもこんにちははい大丈夫ですよはい,はいそれでは突然の質問お願いいたします はい、ええー、ガーシー議員は何がしたいんですか。はい、ガーシー議員は。稼ぎたい。<laughs> <laughs> 早い。あ,あ。生きていきたい。<laughs> 生きていきたい。<laughs> はい。そうですね。すごい。ガーシー議員さんは。もうなかなか目が出ず。ただ業界関係者だけは、もうたくさん知っている。 そして、いろんな裏話も知っているけど誰も自分を担いで引っ張ってくれる人がいないそれが何かは私は知りませんが何でしょうね、才能でしょうかそれとも努力でしょうかそれとも人格でしょうか何か分かりませんがなかなか上に這い上がっていけない。 そこで選択したのが、はい、暴露作戦でございます。<laughs> はい、そうですね。はい、そうですね。ここまでが前提の話です。もう芸能人の裏の話を暴露しまくって、はい、暴露系 YouTuber として名を馳せました。はい、はい。そして、えル、ー、猿。 参議院議員選挙において、えー、NHK 党から比例代表で出馬し、確か21万票ぐらいでしたっけあ、よく <laughs> 覚えてます、ね、いや、全然私は。あ、結構な票数で1位通過で、え、NHK 党の 議員になりました。はい、一位通貨というのは NHK 党内で一位通貨です、ね。ああ、なるほど。なるほど。一、はい。一位通貨になりました。はい。で、その時の、えー、公約という言葉を使っていましたが、ご本人は。はい、えー。実質的には前提条件を提示しました。はい。はい。それは何かというと、私は、 海外で活動します。ああ、そうですね。はい、はい。これを公約として <laughs>、はい。提示し、当選しております。つまり、有権者、投票者はそれを支持したということですね。はい。うん。ただし、ただし、えー、参議院の規則においては、えー、議員は、 えー、議会会期中は党員することと,と定められておりますので、ガーシー議員がおっしゃった公約は法律違反の発言でございますので、無効となっております。<laughs> あのそ,うそうなんですよね。あの最初はその、まあ、日本には戻らないと、当選しても日本には戻らないと言っていて、はい、ただ、最近ニュースで。 と、まあでも結局戻ることにした。はい。ですよね、はい、きっと。はい。はい、そうです。な、それな、は <laughs> はな、なんでだろう。なんであんだけ強気で言ってたのに、まあなんか、戻るように罰則、罰則っていうか、何かあったんでしょうけれども。ねえ。 っていうことで何がしたいんだろうなっていうことだったんですけれども。はい,ね、はい。で、えー、ガーシー議員は、はいえー、その、帰るということを言う前に、はい、えー。謝罪するようにと決議を受けております。ああ、はい。はい。それを、 まあ、それをきっかけとして帰るということにしたと思うんですが、はい。その前にですね、さらにその前にガーシー議員は、ちゃんと私はリモートでも参議院議員活動をしておりますという証拠づくりのためになのか知りませんが、はい。質問主意書など、ええー、 参議院議員が活動する際に作成する文書を作成し提出をしたという事実がございます。なるほど。はい。ただし、党員していないことに変わりはございません。<laughs> そうですね。<laughs> はい。なので、参議院の委員会としては、謝罪要求をしたということになります。うん、なるほど。で、それ、えー、はい。 ガーシー議員は、現在ですね、芸能人の方々から、名誉毀損で、えー、刑事告発というか、まあ、被害届を出されております。<う>なので、逮捕される可能性が、普通の一般人であればあるのですが、はいはいはい。はい、参議院なり、衆議院なり、 国会議員は、はいえー、会期中は逮捕されないという、逮捕特権というものを持っております。はい。ですので、まだ今、参議院は会期中、まさに予算編成などをしている最中ですので、はい、この会期中にガーシーは帰国し、はい、謝罪をしたいという、はい そういういいこととなんだと思います謝罪というのは何に対して謝罪をするんでしょうか。投印しなかったことだと思いますあということは、まあ、一般常識で考えると、謝罪をするということは反省をして、その謝罪となった、謝罪の原因となった、登院しなかったという態度を改めるということですよね。 えー、そこが、もうまさに、謝罪の内容が何なのかという、私が注目しているポイントでございます。<laughs> はい、ああ、そう、そうなんですか。これじゃない可能性があるんですか。はい、はい、あの、どんな可能性もあると思っております。はい <laughs> えー、謝罪をしたという事実があればいいので、例えばですけれども、はい。はい、えー 質問注意書などの議員活動を開始するのが遅れたことについて謝罪するのかもしれませんし。ああ<ー>。はい。もしくは、えー、謝罪することが指定されているのであれば、そういう定の範囲の最小範囲を狙って、例えばですけれども、再三の党員勧告にもかかわらず、 登院しなかったことについて謝るのであれば、1回や2回は許してねと言ってるも同然になります。えー、えっと、い <laughs> はい。今後も1回や2回はやるよと言ってほしいと。えー、再三の要求にもかかわらず、登院しなかったこと謝りますということであれば。すごいですね。 はい、私はなので、謝罪の内容がどんなものになるかに注目しておりますそして、ガーシー議員は会期中にドバインに戻ると思っておりままあ、そうですね、えーっとその、ガーシー議員っていうのは、まずは。 逮捕されないために日本にいないという前提がある、はいはい、ということですね。で、はい、えと国会の会期中は、えー、不逮捕特権があるから、逮捕はされないということで、はいはい、ガーシー議員としては、まあ、戻ってきて、えー、その謝罪をした後に、会期中に、はいえー、日本を出たい。 はいぎりぎりまで党員事実を作ってですね。ああ、なるほど。そっか、そうですね。そうですね、まあ、ということは、そうか。そうすると、はい、最初に、では、国会会期中は出ればよかったんではないですか。なんで来なかったんですかね。いけると思った。あ、おそらくそうでしょうね。ああ、なるほど。はい なる,ほどなるほど、なるほど。ということは、えっ、ー、と、彼は、えー、今後も会期中、会期が始まってから日本に戻ってきて、会期中、会期がお終わる頃になると、日本を離れるっていう議員活動になる可能性がありそうですね。刑事事件が 何らかの形で収束しない限りは。はい、ああ、なるほど。はい。これはですね、というわけでですね、はい、芸能人、その芸能人の方も、はい。ええー、刑に問えないんじゃないかと思いつつも、何か仕返しをしてやりたいということで、被害届を出しているという噂があるんですね。はい、なるほど。被害届っていうのは、名誉毀損とかですか そうです、はい、あなるほどなので、はい、あの訴えている方も、本当にそれでガーシー議員が逮捕されるかどうかは不安視してるんですよ。はい、なるほどで警察側も、これでは逮捕はできないというふうに言ってくる可能性があります、はい、捜査が進む。 そうなるとまたガーシー議員の動きは変わってくると思います。<laughs> もう日本で普通に生活するようになる、はい、はい。いや、それがわからないんですよ。ーガーシー議員は本当にどこに住みたいのかもしれないんですよ。はい、あ、そうなんですか。はい。あのドバイの生活がもう大好きになっちゃったのかもしれません。<laughs> ああ<ー>。芸能界嫌だ 参議院になったけど、はい、それはユーチューバーとして、はい。あの、活躍し続けたいからだ。うんうん、だってこれ以上スキャンダルは入手できないからっていう、ね。なるほど。ですね。で、はい、ここで私がちょっと残念だなと思っているのは、はい。バーシー議員に投票した人の中にはですよ。はい。 参議院に入り込んで、参議院議員の様々なスキャンダルを YouTube で暴露しまくることを期待して投票した方も結構いるのではないかと。ほうほうほう。なるほど。思っているんですよ。はい。はい。そういう方々にとっては、 はい、ドバイに住んだまま、参議院議員、他の参議院議員とは接触せずに、議員活動を続けるだけのガーシーさんを訪問したいとは思わないんじゃないかなと。はいまあ、そううでしょうねとなると、今まで,、ねはい、での貯金でドバイでの生活を送らなければならないことになり、いつかお金が尽きてしまうのではないかということを心配しております。はい あそうですね。ドバイの生活費っていうのは、えっ、ー、と、YouTube の活動から来てるんですかそれともまあ貯金でしょうか貯金もあるでしょうね。うん、YouTuber としてかなり稼いだと思うんで、当時は。ま、あどれぐらいあるかわからないですけれども、まあ。 ドバイの生活費って高い、日本とは比べもにならないぐらい高いんでしょうね、きっと、ホテル暮らしでしょうし、ですよね。はい。なるほど。なくなる可能性がある。はい、で、えー、YouTube の活動も新しいスキャンダルを手に入れられないから、まあネタが尽きると、なると、はい、じゃあ自然と帰ってくる <laughs> ですかね。はい なので、まあはい、そこで、えー、最初のご質問に戻るんですけれども、はい、ガーシー議員は何をしたいのか。はい。ですが、はい、一番やりたいことは、はい、おそらくは、はいえー、ファンを減らさないためにも、はい。党員はする会期中は、はい。はい。党員、はい、資格を失う、あの、党員、あのー、 えー、議員資格を失わないためにも、廃期、はい、中は党員をする、それ以外はドバイで暮らす、はい、そして逮捕状は取り下げられるというのを一番望んでいると思います。<laughs> あなるほど、はい、で、最悪のパターンは、はい、議員資格を失い、逮捕状はそのままでドバイで力尽きる。 <笑><笑><笑>まあでもえー、っと銀え銀四角剥奪ってでもその会期中だけ戻ってきくれば剥奪はなかなか難しいんじゃないですかねいけそうなんじゃないですかそこはいやーああそんなことないんですか ど,ど,うどうなんでしょうかね、あのー、会期中、登院しないっていうのを今回、理由にされてますけれども、その他の活動もあるので、会,会期に出ていれば、ああ出席していれば、それで参議院議員になれますとはなかなか言えないでしょうし、あと。あ あの、あれが持たない、あの、次の選挙が持たないと思います。あ、ガーシー議員は今回だけじゃなくて、次の参議院。もうこれから、ずっと参議院議員でやっていきたいっていう考えもあるんですか。あると思いますけどね。はい。あ<ー>あ。限りやる方向でいきたいんじゃないですかっていうのも、議員さんって、はい。 講演会さんとのやり取りとか、はいろいろとこう次の選挙のための活動が必要じゃないですか。はいはいはい、はいはいあの。地元に帰ったり、はいこう、なんかパーティーを開催したり、うんはい、逆にパーティーに参加してあげたり。ガ、えー、ーシー議員はタレント議員なんで、そんなことしなくていいじゃないですか。そうですね となると参議院の議員をやることって、はい。いただける給与から考えると、非常に美味しい食欲だと思うんですよ。まあそうですよね。はい。はい。なので、続けたいんじゃないかなと思いますけどね。まあ続けたい、まあ続けられるなら続けたいんでしょうけど、その、今回みたいな人気が出るかっていうと、 どう考えてもつ、えっ、ー、と、6年後は、今、その、当時よりは、絶対落ちる気がしてしょうがないんですけれども。いやもう会議中に参議院の闇を掘りましょう。掘れますかね。どうでしょうかね。掘れるのかね。うううんなるほど。はい。それを YouTube でガンガン流すという。<laughs> ことをやってみてみはいああ、できるんですかね、そんな、なんか、それぐらいの気概がある人なのかなっていう、それぐらいの気概があるんだったら、わざわざ戻ってきて謝らない気がしないでもないですけれども、だって、議員を登員しないって言ったら。議員を続けたいからこそ、謝罪しに来るわけですよね。そうですね。まあ、そうですねはい、はい だとすると、辞めるつもりはないという,、うん、ということですから、はい、あからまあ、はい、6年後に辞めますというふうな、はい、こえー、そ、それをし、その少佐となるような情報は今のところないということになりますね。あまあ、6年の間に一個何か手に入れて、はい。それをネタに、6年後、はい。また、うん、なるほど。 はい、NHK 党ですから、<laughs> なんといっても、これが自民党だったら、もう公認取り消しにな,るなっちゃうんですあなるほど。NHK 党なんで、多分公認されると思うんですよ、ね。まあそうですね、その瞬間だけ話題になればいいんでしょうから、はい、可能性はあるのか、6年という準備期間があれば、1個ぐらい何かネタが仕入れられるかもしれないと。ということで、じゃなくてもいいんで あのあー、はい、政治の世界の汚さをこう,そうですねさら、はい、してもみい,い確かに確かになるほどそうかうーんなるほどですねわかりました。いや私としてはですよ、はい、何も な泣かず飛ばずだったガーシーさんがユーチューバーになれましたが、はい、今、ユーチューバーとして食っていけないという、はい、そういう絶妙なタイミングで参議院議員になれたわけじゃなくて、はい、だとしたらとりあえずは参議院議員にしがみつくというのを今の,今のところの手とすると思いますよ。はい まあそうですね。確かに。はい、うん。いやー、すごいですね。もう自分のことしか考えてないですね、この人。はい、そうです。<laughs> はい、はい。だっ食えなかったんですね。しょうがなかったじゃないですか、ね。すまあ、<laughs> 人を売って生活してたんですよ。<laughs> なるほど。<laughs> はい。まあ、なんで。まあ,まあまあまあ、他の、他の議員もそんな。 大なり小なりそうなのかもしれないですけどそこなんです,すごいなそこが面白いところなんですよ私が面白がってるところなんですよ面白い <laughs>、まあ、そうなんです何者の星の世界に入り込んなんじゃないのみたいなまあそうですね <laughs> 私なんかが <laughs> 私なんかはもうそう思っても政治に興味がもうなくなりましたからまあ、うん、大して変わんないだろうっていう気がしますけどまあ このガーシー議員の行動は、今お話聞いてると非常に分かりやすい。そうですね。まあ、の人はもうちょっと分かりにくいように行動するところを、この人はまあ、ちょっと都合心というか。そうですね。はい。分かりやすい。ある意味人間っぽいっていうのか。はい。なるほど。分かりました。じゃあ。 では、えっ、ー、と、いつ頃帰ってくるんですかこの、<月>決まってるんですか 3, ?3 月中。あ、月中。日とか言ってたかな。あ、上旬ですか。はい。あじゃあ、もう直近ですね。もう直近ですね。はい。まあ、でも、これもきっと大きなニュースになるんでしょうね。ね帰ってきて、その、謝罪するとき、国会で謝罪するっていうことでしょうから、はいはい、登院して。 はい。議場で。はい、まあ、大きなニュースになるんでしょうね、きっと。まあ、うん、もしかしたらニュースセブンにも入り込めるかもしれませんね。ニュースセブンニュースセブン NHK の。はい。ニュースセブンは30分間番組、ニュースラインは実間番組なんですよ。はいはい、<laughs> そ,うそうなんです、ね。なので、ニュースセブンの方が凝縮された重要なニュースが、はい。なるほど あのなるほど。報道されないんですけど、ニュースだけではなくて、セブンにも入り込む可能性があります、ね。えー、あなるほど。はい。まあ。短くですけど、短く報道されるかもしれないですね。はい。どうでしょうね。どうでしょうね。なるほど。どんな服装してやってくるかとか、いろいろ気になりますけどね。なるほど。どんな服装 はい、ネクタイは黒なのか、紺なのか、真っ赤はないでしょう、さすがにみたいな。まあまあ、まあ、そうですね。黒も、黒もあんのかなまあ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 。でも、はい、芸能人で謝罪する方って黒のネクタイ多いですよね。あ、そうか、そうですね。のいなっ謝罪のい、ね、うはいそっか。まあ、へ、えー、なるほど。 まあ、じゃあ、ちょっと、また、ニュース、目に入ると思うんで、ちょっと私も、じゃあ、注目して、なんていうか、注目してみたいと思います。そうですね。楽しみですね。はい、わ、はい、かりました。私はもう、面白がって、もう、楽しみでしょうがありません。はい、<laughs> そうですか。いや、私はちょっと悲しいですけどね。<laughs> <の>そうですかいや、こんなこん、こんなって言ったらあれですけれども、まあ、 これが日本の政治かと思うと、ちょっと、まあまあ。まあ、それは立花さんに言ってください。あの、ガーィーさんを担いだのは立花さんなんで。まあまあ、そうですけれども、投票した有権者がいるわけですからね。ああ、そうですね。はい。それもそれですよね。はい、もう遊んそうですね。政治が遊ばれている。まあまあ。まあ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 。はい。わかりました。 はい、じゃあそんなところでしょうかね。ありがとうございましたは、はい。はい、視聴者の皆様、今回もなんとか答えることができました <laughs>、えー。私の答え、面白かったよとか、逆にムカつくでも、ムカつくと思った人でも、いいねボタンを押してください。 嘘です。こいつダメだと、こいつの答えはもう全然なっとらんと思った方はもうディスライクをしてあって構わないんで。あと、コメントお待ちしております。はい。コメントいろいろ。俺はこう思うぜとかいろいろ。もう誹謗中傷でも違法じゃなければ私は受け入れますので。はい。どうぞ。殺すぞとか言わないでくださいね。はい。私も通報しなきゃいけなくなって面倒なんで。はい。 あとですね、私はですね、結構政治オタクっていうぐらい、政治のことよく YouTube で喋ってますんで、あの、政治にご興味のある方、あと、スキャンダラスなことにあのご興味のある方、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。はい。聞き流してみてください。はい。あの、なんか引っかかるところがあれば、ぜひ引き続きお聞きいただければと思います。はい。 ではそんなところで今回の配信は以上となります。また別の配信でお会いいたしましょう。さようなら。ゆうさんありがとうございました。ありがとうございました。またお願いします。See you!